1888年明治21年7月10日香川豊彦神戸市に生まれる。先生、香川は危篤に陥られたようです。助かりませんか。前先生、国別祈祷会をやってはいかがでしょう。いたしましょう。奇跡です。あん時は驚いたぞ。薄目開けとったんで。神様に起こされたんや。それにこの本のおかげもある。ジョン・ウェスレー殿下、肺結核にもかかわらずロンドンのスラム街へ入って伝道。お前まさか。どうせ僕は名護は生きられへんやろ。それやったら死ぬまで貧しい人や不幸な人たちのために奉仕していきたい。それには見捨てられてるスラム地区がええ。1909年明治42年12月神戸進学校の学生であった香川豊彦、神戸市吹合区あずま通りに移る。すみません、カナです。引っ越してきましたか。あの、カナです。手紙で。ああ、待ってましたね。ちょっと気をつけてや。体でここに住むのは無理や。君は才能がある。する仕事は他にもあるやろ。いや、好きに手をかけてな。振り返るもんは神の国にふさわしないんや。引き返すわけねえか。あっちあっち、もうちょっとやで。家賃は毎日払いの2000やで。毎日払うんや。この紙に毎日集めに来て払ったらここに判子すんや。去年ここで人殺しがあったよって。三千のところを二千に負けたるわ。あの、月払い言うわけにはいきまへんか。あかんあかん、お互いのためや。日払いの方が払いやすいやろ。こっちも取りやすいさかいな。おおきに。すまない、道具。やめや、ほら。早くさばー。うん、絵もあるで。ほら、幽霊が出るいう噂があんねんで。幽霊が出たらな、説教してやそうにしたるわ。こんなもんな、こ
この世の中にな、ただで物をくれるやつなんか絶対信用できんねえ。よっぽどの腹黒か、ドアホかどっちだよ。のう。そんな悪には見えへんけど。ほな、銭ありそうかい。ええとこのボンボンみたいや。おい、ほら、生きとんのんかい死んどんのんかい、どっちじゃい。はっきり返事せんかい。やれ、おれよっとよっと。どうしました。生きておるな。死にかけとね、兄さん助けたってんか。あんた、これえらこっちゃわ、医者呼んできてください。きい、こんな時間にこんなところに来てくれる医者なんかあるかいな。こいつはな、腹減ってね、飯とぬくい酒飲ましたらすぐ治りよる。持ってきてください。はい、おい、出てき。うしゃあないね。しっかりしよう。先生、騙されたらいいな。こいつは語りや。こいつはな、道端で拾ってきた生きたる A さんにして、この手に持ち人するあるやんけ。悪い。じゃあやろ。わしは何や思うとね。わいはな、先日降りてたばっかりの火付けのトレード。おなら火付けやったらわいはそれやじゃ。綺麗に灰にしてもたんだ。やめし。覚えとれ。あんたらやろ。ああ、間違え、間違え。この人は先生、こんな生きたらいちいち顔取ったらキリやりゃいいんじゃん。いや、せやけど、ここへ運ばれてきたからには私が面倒見んと。よいしょ先生、やろう。気ぃつけなあれや。この辺のやつはみんなな、泥棒がたかりばっかりで。あ、すいません、お気に。あ、あんたは何ですの。わいすぐこの裏に住んでる石本安吉、通称それ安いまで。香川です。この辺みんなわいの縄張りや。まあこれからわいがあんたの身守ったんうるさいな。大船に乗った気でいいな。大きい、あんた所詮あんか。は、神戸進学校の学生です。ああ、そうか。ほな、まあ諸税犯のことやし、15円に負けとこうか。15円あんたの守り金と、あんた挨拶料や。え、人間は付き合いやが、付き合いが大事や。どう。はい。布団の貸賃一晩一銭や、ランプ五輪、ドテラ五輪、締めて二銭や。はい。小生さん、どういうつもりか知らんけど、ここの暮らしはあんたには無理やね。
悪いことは言わへん。夜が明けたらすぐに出てっこっちゃ。ええな。死にとなかったらあたいの言うことを聞けんやで。そんだけおったら十分や。よいしょ、あんといて。よいしょ。おら、何ちゅう格好さらしてんねん。しっかり働かな、にっとからへんと、おい。よいしょ。主よ、身元にお受け入れください。主の皆によりて。アーメン。先生、ヤソのお経やめといてんか。ここあた南無大仏の寺だから、なんぼ行き通るても迷うよんじゃんだ。いや、天国への道は同じやから。やい、加賀。お初をどこへ隠した。言わんかい。昨日の朝からお初おらんねん。お前の仕業やろ。行き先どこや。人に黙って大事な玉盗み出しやがって。それがヤツのすることか。どこへ隠した。抜けしてるとじゃ。なんで返事せえへんのや。よお前がここでこの商売やらせるのが気に食わかったら、下っ金100円出せ。いつでも宿返したる。100件出せんのやったら、お初のいるところ言うこっちゃ。このアホんだら、口開かんかったら、ただでは済まへんぞ。くら大阪、何でごちゃごちゃ抜かしたんだよ。お、刀捨てんかい。くら。ヤソロ先生にちょっとでも怪我させてみ、己の喉にこの飲みぶっ刺してな、きれいに灰にしてみやぞ、おい。やあ、おら。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。神さんは監獄の囚人の中にも、施設の中にも、門前でご飯をくれいう子供の中にも、病気で苦しむ人の中にもいます。神様に会おうと思ったら、
教会へ来ることはない。今すぐに病人を看護しなさい。明日に道を聞けば郵便シストもかなりと。やそのお兄ちゃん、やそ悔い改めましょう。演説やめて、ほら酒も飲みすぎて歌ってもらっとったらよ。早くるじゃろ、酒飲みすぎて。はいからぶしちゃんちゃんちゃららんなんなんな。さあ、酒はようなお兄ちゃん、行けぞ。お兄ちゃん、酒も飲みすぎて。近づけてやれよ。酒を飲みすぎて母ちゃんに逃げられた人もいるで。飲みすぎはいかん、悔い改めましょう。さあ皆さん、天のお父さんの声を聞きましょう。私たちはみんな罪人です。さあ悔い改めましょう。あのお経をあげたってほしいね。やそでも何でも構わん。神よ、この幼い死を虚しくしないためにも私を用いてください。貧困と罪の中から人々を救い出すために私を用いてください。私は十字架を背負っていきます。そのためにも私に能力をお与えください。アーメン。アーメンね。アーメンですね。奥さん、あんた赤ちゃん生まれの違います？来月。せやけど、この赤ちゃんは生まれて半年も経ってんように見えるけど、なんでですの？この子、もらい子ですね。もらい子？もらい子って。なあ、三人も子供いてまだ一人生まれるのに、なんでもらい子なんかするの？なあ。おかみさん、この赤ん坊の親御さんは誰ですの？知らん。そんなん分からへんわ。あんた、どっかで棺を結合してきてえな。なんぼ冬でも腐ると困るさかいな。うっててて。へ、飲みなれ。で、まあ、そういうのと体が温まるさかい、キューっていなれ。それより、もらい子殺しのことをもっと詳しく言うてください。いや、生まれたての赤ん坊五円の銭付きでもうて、わざと飢え死にさすね。飢え死に？ああ、つまり目当ては赤ん坊やのうて五円の銭ちゅうこっちゃ。たった五円のためにそんなひどいこと？そんなひどすぎますよ。そうやかってな先生、世間には望まん子を証拠となしに産むれはなんぼでもあるんやし、お互い助かったら結構のことですやないか。そんな子供には関係ないやないですか。大人の命も子供の命も値打ちは一緒ですよ。あんた所蔵班の俺には物を分かったらんな。あのな、赤ん坊がどこぞで銭稼いできますか。親分、他にもそんなもらい子いるんですか。いたら教えてください。おとめばあさん、それでずっと食うとさかね。たけ。え？おとめばあさん、こないだね、五人目もうた言うとったな。そう言うたら昨日警察に引っ張られてくとこ見たけど、女の子を背負っとった。え？おれ。すいません、お手数かけます。名前はな、ばあさんがおいしいおいしいと言うとった。おいしい？ああそうですか。それであの、おばあさんなるべく早う出したってくださいね。そうはいかんな、今まで何遍も窃盗をやっとるから検事局は穏便にせんかもわからん。じゃあ。おいしい。
谷のゆりか何になぞらえて歌わん悩める時の我が慰め寂しき日の我が友君は谷のゆり明日の星写しよに類もなし美味しい。お前今泣いたやないか。ん？お前今泣いてたやろ。お前泣いてたで。確かに泣いてた。お前の泣く声聞こえた。お前は涙の流し方知らんだけ。よかった。ずいぶん元気そうになったわね。もう大丈夫や。心配かけてすまんかったな。伊藤君、カーテン開けてくれへんか。あ。もうすぐ春やな。君が東通りに入って3ヶ月や。よう頑張ったな。まだ始まったばっかりやで。また豊橋に来ない？よし子さんのお父さんを手助けすればいいんや。教会では幼稚園もやってることやし。君らの気持ちは嬉しいけどな。僕はもう東通りの他に帰るところはあらへん。佐川君、想像以上にすごいとこやったわ。こんな大失敗してな、自分の甘さがよう分かった。それだけに闘志も湧いてきたわ。これからは今までのやり方はすっかり変えるつもりや。あんた一人の力で何ができるっていうの？いくら頑張ったって無駄もねえよ。僕らかて君が頑丈な体の持ち主やったらこんな心配はせえへん。君みたいな秀才を犬死にさせとなんや。もしな、もしも僕の決意が間違ってたら、主はあの晩赤ん坊と一緒に僕の命を召されたはずや。召されなかったのは僕に残ってもっと救う努力をせえということや。あそこの子供たちは哀れなもんやで。子供にかて生きる権利はある。食べる権利も寝る権利も遊ぶ権利もあるはずや。
親に夫婦喧嘩せんでくれ、酒飲まんでくれいう権利もあるはずや。せけどあそこの子供たちには、僕は戻るで。死は僕にあそこに残ることをお許しになったんや。誰かしら。僕の弟子たちや。お弟子？あ、最初の可愛い大事な大事な弟子たちや。私のお弟子は三人四人、花垂れ小僧のタコ坊に、神高越の陣内は私の一と二の弟子で、便所の口までついてきて私の出るのを待っている。長屋のおでこは三の弟子。クリスマスの前の晩、出口さんのごちそうにお辞儀は知らぬがさっちょこ立ちしたよ。お父さんとは言えぬが、てんてと言える。牢に入ろうが入るまいが、善人面してようがしていまいが、人間はみんな罪人です。この罪人の罪を私たちに代わって担ってくださり、神様にお詫びしてお許しを請うた方がキリストです。キリストは人間を愛するあまりに十字架について血を流し、私たちの身代わりになってくださった。キリストは人間の罪を救うためにこの世においでになりました。さあ、お祈りしましょう。天のお父様、我々は悪い思いを持っております。この思いが悪い行いになります。どうか私たちの心を、あなたの御子イエス・キリストの十字架の血で清め、良い人にしてください。アーメン。アーメン。お入りなさい。さあさあ。こんにちは。あ、あんた確か印刷工場の。はい、芝春と言います。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷です。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。愛は大水をも消すことができない。洪水も溺れさせることはできない。ハルさん、これ一体どういうことや。前の下宿やと通うのに1時間もかかりますから。ハルさん、私も今日までは黙って見てきたけど、これちょっとやりすぎやで。なあ、あんたはな、私と違ってものすごく健康や。もし体壊すようなことがあったら、親御さんに申し訳ない。な、悪いこと言わん。帰りなさい。帰った方がええ。私の家はここです。そんな無茶言うたらあかんわ。一時の病院で一生台無ししてええのか。台無しにしとないから決心したんです。
お寿恵ちゃん。お姉ちゃん、目悪いの？あ、ううん、なんでもない。そや、うち見た、お姉ちゃんの目真っ赤や。病気うつったんやろ。それより、お寿恵ちゃん、あんたこそどないしたんやん、こんな夜中に。ん？お姉ちゃん、うん、うちと一緒に死んでくれへんか？お寿恵ちゃん、うちもう何もかも嫌になったんや。みんな嫌いや、大嫌いや。先生かて大嫌いや。お寿恵ちゃんは先生が好きなんやな。嫌いや、先生なんか大嫌いや言うてるやろ。お姉ちゃんは？お姉ちゃん好きや。そんならなんで黙ってるんや。なんであの女子を追い出さへんのや。好きいう気持ちを神様からもらえただけで幸せと思てんねん。なんともないのんか。先生はあの女子を嫁さんにする気やとみんな言うてるで。お寿恵ちゃん心配せんかて、先生はあの小秀さんと同じようにお寿恵ちゃんも愛してくれてはるわ。のことなんか先生なんとも思ってはれへん。さっちゃん、どうした？うちの親方が先生殺すよ。お世話はどこだ。お世話を返せ。お世話ちゃんどうかしたんか。とぼけんな。我がお世話を隠したら分かってるよ。どこや。言わなくったけど。先生、アホなことやめとき。お寿恵ちゃん家出でもしたんか。お寿恵はワイの娘や。売り飛ばそうが殺そうがワイの勝手やろ。返せ、お寿恵を返せ。お寿恵ちゃんは私が預かってます。春さん、ゆうべお寿恵ちゃんは私のところへ逃げてきたんです。そやから私が隠しました。どこへ隠したんや。言えません。何やと。ハルさん、お寿恵ちゃんどこにいるか言いなさい。お寿恵ちゃんは私が責任持つ。先生、お寿恵ちゃんは私を頼ってきたんです。お寿恵ちゃんは私が守ります。どうかほっといてください。おのれ言うぞ。やめ。それで気がすむんやったらどうか切ってください。その代わり、お寿恵ちゃんをお女郎に売るのだけはやめてください。勝手に引き去れ。帰ろう。何もかも我のせいや。覚えてね。行け。ハルさん、こっち堪忍してください先生。生意気言うて堪忍してください。何言うてるんや。謝るのは私の方や。めこんなひどなって、何でもっと早言わへんや。ええんです、嬉しいんです。私神様にずっと祈ってたんです。この片方の目をあなたに捧げます。どうかお受け取りくださいと。ハルさん、うちお寿恵ちゃんに安心するように言うてきます。何言うてるんや。病院行こう。病院が先や。先生ほんまにええんです。これで私もここの人になれたんですか。ハルさん、言うこと聞かなあかん。
最高。先生。手術した先生に聞いたけど、片方の目はあかんそうやないか。吾妻通りの貧しい人々にあげました。まだ一つ残ってます。先生と合わせると三つ。大丈夫や、できます。ハルさん、それより先生、ここに入院してる人たちは貧乏な人ばっかりで、大学の研究材料になるいうんで入院させてもらってるそうよ。貧しい人たちが安心して治療を受けられる病院作らんとあかんな。よ、来たわね。どうしたんやろ、みんな誰の姿も見えへんけど。先生、どないしたんですか。そう、どないしたのな、僕にもわからん。綺麗。お寿恵ちゃんが君の退院祝いに言うて買うてくれたんや。初めての給金でな。お寿恵ちゃん、お勤めに出たんですか。うん、近所の町工場へ。町工場はしょっちゅう火事があったりして危ないのと違いますか。労働者が工場の設備や賃金について堂々と物が言えるようにしたいもんや。私もできることならアメリカへ渡って労働組合の勉強したい思ってる。まあ医者に宣告された寿命まであと何日もない。命があっての話やけどな。先生、もう大丈夫です。病気なんかもう先生の体からもうどっか飛んで行ってしもてます。自信を持って頑張ってきてください。留守は私が守りますよって。私には今まで通りのことしかできませんけど。ハルさん、もし君がこれからもずっとここに住むつもりやったら私と結婚してほしい。先生、私の妻になってくれ。あきません、私のようなもん。私、学問も何にもないし、それにこんな体やし。先生にはもっと立派な人が。私はハルさん以外に結婚するつもりはない。ハルさんの信仰ははるかに私を超えてる。イエス・キリストは愛は高ぶらない、自分の利益を求めない、すべてを信じ、すべてに耐えることと教えられた。私は君の愛にだけは永遠に耐えることのない鎖で結ばれていたんや。写真と坂みんな一緒に入ってな。出口君も早よ。はい、よろしいですか。